2021行政書士超速マスター講座民法のユニット33ですね、ユニット33に入っていきたいと思います。さて、ユニット33ではこちらです。ここからですね、債権だね、債権のところに、入っていきます。224ページですか、そちらですね。で、債権分野、まあ最初のこれはランク C で特に確かに言うことはあんまりないですね。債権と言われるもの、これは、画面集のこれかな ?86 ページの上のスライドを見ていただくといいですが、ご覧の通り、売買契約成立のタイミング、これ以前やったよね。で、この売買契約成立のタイミングのところで成立した後、下のスライドですね。成立した後、債権というのが発生するんだっていう話なんですね。このあたりももうすでにお話はしてます。だから、十分この債権という言葉自体もご存知だと思います。特定の人が特定の人に、例えば売主さんは買い主さんに代金払ってねと言える。まあ、買った方は売った方に対して、じゃあそれ引き渡してくださいねって言える。まあ、基本この代金と、それからこの引き渡してもらう目的物っていうのは価値がイコールだっていうふうに捉えていくわけですよ。だから、せーのでやりましょうっていう、同時履行ということですね。これ。せーのでやろうっていう。やり字で書くとこんな感じ。せーのでやろう。そういうイメージなんですね。同時、もちろんここは、そういうような、話ではない別に、例えば代金の支払いの日が、6月の1日で、引き渡しが7月の1日とか、こういうふうにずらしてれば、ね、そしたら、6月の1日の段階では、お金を先に払ってくださいって言えるのは当然だって話にはなるでしょう。だからこういう特約が特にないことが前提にはなるんだけれど、なければせーのでいく。せーのでいくっていうのは、ちょっと下に来るとですね、同時履行の抗弁権っていうんですね。抗弁権というのは、これ反論。抗弁権って裁判の言葉で、抗弁というのは反論って意味があります。だから、反論する権利っていう、そういうイメージですかね。せーのでやりましょうという反論ができますよっていうような話です。同時履行の抗弁権自体は、また、後ろの方で、お話しする機会はあるかとは思います。何番かな、同時履行の抗弁が出てくるのは、75番ですね。75番なんで、まただいぶユニット先の方、多分ユニット49とかその辺でやることになると思うけれど、まあ、メカニズムはある程度わかるかな。B さんが、これ、お金の支払いも引き渡しも、例えば6月1日ってことになってるなら、B がお金払わずに、その時計をこっちにくださいと言ってきたら、A さんは、お金払ってくれなければ渡さないよと言えるっていう。その反論ができるっていうのを、抗弁権というふうに言っていくっていう話なんですね。はい。まあ、このあたり含めて見ていくと、まあ、債権の定義、まあ、特定人が特定人に対して一定の行為をすること、またはしないことを請求する権利だ。しないことっていうのもありえますね。何々しないでくださいねって約束をするっていうのも、しないでくださいって言ったよねっていう意味合いで行使できる。そんなイメージですね。あとは、先ほどの画面集の中にもあったように、代金支払い請求権、権利持ってる方が債権者、義務を負ってる方を債務者。だ債務者から見たら、代金支払う債務を負っている。で、債権の反対語は債務です。で、これは引き渡しに関しては、買った方が債権者、売った方が債務者っていうふうに入れ替わることになりますね。物件と債権の違いも、これは物件のところでちょっとお話ししたことがあります。特にね、この絶対性ですかね。絶対性は債権の場合はないです。誰に対しても言える権利ではないです。それから排他性もないです。矛盾する債権でも成立するっていうのは、約束するだけなら、矛盾する内容の約束はいくらでもできるでしょ?
だからってことです。矛盾する内容の約束っていうのはいくらでもできますから。だからそれは、うん、例えば6月1日に帝国劇場で舞台に出ます。同じ6月1日同じ時間に日生劇場でも出ます。あちこちで出ますっていうふうに約束をしてしまったダブルブッキング、トリプルブッキングやっていう何の問題もないです。約束することは自由だから。守れるかどうかは別問題ね。それを守れるかどうかは別問題ですが、守れないところに対しては契約違反の責任を取るしかない。約束破ってごめんなさいっていう責任を取るしかないって、そういう話になるだけです。あとは、そうね、契約自由の原則っていうのがあります。基本的に契約内容は自由だ。これは今は条文もあるね。条文もあって、契約自由の原則っていうのが、認められているって話になりますね。条文番号で言うと、521条っていう条文です。番号だけ書いておこうか。条文番号書いてないけど、521条にその規定があります。ちょっと6個見れたら見てみようか。521条ね。で、521条を見つかりました。はい。何人も法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。だから、契約するかしないかがまず自由です。合わせて第2項で、契約の当事者は、法令の制限内において契約の内容を自由に決定することができる。内容も自由だよ。するのも自由だし、どんな内容にするかも自由だよっていうのが契約自由の原則です。これ条文が今回新しく入ったので、よりわかりやすくなりましたね。はい、それから、あとはこの辺の債権の発生と消滅とかこういう話は、またそうだね。全体を勉強したら見ていただいたらよろしいんじゃないかと思います。債権の目的、うん。債権の内容たる債務者の行為としての給付債権の目的という、だから何をするという約束をしているのか、何しないと約束したのか、その内容を給付というふうに言っていて、それが債権の目的というものにつながりますね。お金を払うとか、物を渡すとかそういう話が、わかりやすいかもしれません。で、52番、債権の種類です。何を渡すのかっていう約束したのかによって、その目的物によって特定物ってそれが呼ばれる場合と、種類物と呼ばれる場合があります。特定物って言った場合はね、物の個性に着目したものって言ってますが、代わりが効かないものですね。物の個性に着目っていうのは代わりが効かないもの。だから、具体例で覚えように書いてあるけど、こう中古品です。中古品みたいなものとか、あとは土地建物ね。土地建物、不動産は、これは全部特定物に当たります。一方で、物の個性に着目していない、こういうの種類物って言います。ね、特定物と、それから種類物。種類物と不特定物は、細かいことを言えば、品質が決まったら不特定物です。品質が決まらなければ種類物のままということになるんだけど、特定物と種類物っていう振り分けでいいと思います。それを引き渡してくれっていうふうに言うなら、特定物の引き渡しを求めるなら特定物債権だし、それから種類物の引き渡しを求めるなら種類債権と言っていくんですね。で、特に種類債権の場合ということになりますが、種類債権の場合、債務者は同種のものが市場に存在する限り、これは調達義務っていうのを負います。要は、代わりが効くから、ちゃんと調達して持ってこいってことが言えるって話になるんですね。ただ、無限の調達義務を負わせるのもかわいそうだから、どっかのタイミングで、特定をしたということにしてですね、無限の特定を認めて無限の調達義務をというところから債務者を解放してあげるということも認められています。で、これどういう場合にその調達義務から解放されるのかって話なんですが、
イとロの2つのパターンが401条ってところで、定められているんですね。で、ロの方は債務者が債権者の同意を得て給付すべきものを指定したら、まずこれでいいですよねっていうことを言ったら、あ、それでいいですって話になれば、それを引き渡せばいいっていうことになるんでしょう。まあ、それはあんまり問題にはならないかもね。あと、カタカナの派で契約で決めたことで特定するっていうのも、これも問題にはしようがないですね。カタカナ以外やっぱり大事ですよ。これが一番重要ってことになります。物の給付をするのに必要な行為を完了したと言えるときは特定なんです。具体的には、持参債務と取り立て債務って2つに分けて話をしていきます。このあたりは画面集で、見ていただくといいですが、87ページの下のスライドのところを見ていただくと、持参債務。これは民法484条1項ってところにも出てくる話だったりはするんですが、持ってくってことです。だから、お店にビールを一出す注文して、自宅まで持ってこさせるって話になった場合、持ってくる方が債務者じゃない。で、買った私が債権者です。ちゃんとしたものを配達するということは大事ですね。注文通りのものを渡すってことが必要だけど、その時点で特定します。こういうの現実の提供って言うんだけどね。で、これで調達義務が免除ということになるんです。持参債務の場合は、物の給付をするのに必要な行為っていうのは、私が持ってきてと言ってたものをちゃんと持ってきた。で、それで終わりってことになりますね。民法上のこの不特定物なんか種類物の引き渡しの原則は持参債務なんです。484条1項に書いてあるけれど、持参債務が原則です。そして、取り立て債務。これは、まあ、当事者の中でそういう扱いをしようということを話し合って決めてれば、取りに来る。債権者側が取りに行くってことも可能です。例えば、雑誌、輪行って本当にあるんですけど、錦鯉の雑誌ですね。錦鯉の雑誌の輪行っていうのを注文した。まあ、マニアックな雑誌ですから、本屋さんには売ってないので、取り寄せになったと。で、入荷したら私が取りに行く。私が債権者、本屋さんが債務者です。で、雑誌が入りました店員さん、当然何冊か仕入れて、そのうちの一冊を私に引き渡しようというので、他の雑誌と分けて棚に入れるでしょう。こういうのを分離して準備するっていうんですね。で、連絡しますね。いつでも取りに来てください。分離、準備、通知の3点セットが揃ったら特定です。もうこれ以上調達義務はなくなる。そういう話になります。まあ、このあたりは、持参債務は持ってった場合、取り立て債務は分離、準備通知ですね。あんまり分離準備がよくわかんなくなってるけど、分離準備通知まで必要だ。そういうイメージだと思ってください。はい、一回特定しちゃえば、目的物が滅失したら履行不能、もう履行はできません。債務の内容を実行することを履行と言います。だから、その輪行って雑誌が、分離準備通知まで終わった後、どっか行っちゃったら、もう引き渡しはできませんって話になるということですね。それから所有権、私に移転します。まあ、このあたりは多分、輪行の話じゃないと意味がわかんないと思うけど、こっちの取り立て債務の場合ね。持参債務の場合は私の家まで持ってきてるから、まあ、その段階で所有権が私に移るっていうのはそうだろうねってことになりますけれど、取り立て債務の場合は、この本屋さんに置かれてる段階で所有権、分離準備通知まで終われば、所有者は私になります。本屋さんではなくなります。まだお金払ってないけど。で、他人のものを手元に置いてるときには、全館注意義務っていうものを払って保管しなければいけないとなってます。これは、例えば過失があって、うっかりどっかやっちゃった場合は、書店さんの方が賠償しなきゃいけないって、そういうイメージだと思っていただくといいですね。それから、あとは金銭債権はお金の話、利息債権は利息の話。まあ、この辺はあんまり試験には出てこないかな。法定利息っていうのは、年 3% になってるっていうのはちょっと注意しておいてください。ただこれ、3年に1回見直すので、定期的に見直されて数字は変わっていくっていうことが予定されてます。出発点として 3% だっていうだけです。まあ、選択債権、去年試験出たんだよね。数個の給付のうち選択により定まるものの引き渡しを目的とする債権だということで、まあ、例えばそこに載ってるように、いずれかを引き渡せと A さんが言っているお馬さんね、どっちか状態いい方を引き渡してくれと。
随分偉そうな感じだけど、そういうふうに言ってるって話ですが、選ぶのは原則としては債務者側、引き渡し側が、まあ、引き渡しの当日にどっちの馬にするか決めて引き渡すって話です。もちろん第三者に選択権を与えることも可能ですし、債権者側に与えることも可能です。第三者が選択権を持っている場合、その選択は債権者または債務者に対する意思表示、A さん、B さんどっちかに言ってあげればいいです。まあ、第三者が選択ができない、または選択する意思を有しないというときは、選択権、債務者に移転します。まあ、原則がこっちだからね、債務者だからねっていう話なんですね。あとは給付の不能って話もあります。このあたりはね、そうね、パワーポイントの方で見た方がいいかもしれませんが、88ページの下のスライドなんだけど、例えば選択権を有する者の過失で片方の給付がダメになった。だから、例えば債務者側のミスで片方が渡せなくなったら、債務者に選択権があったんであれば、残り物に特定します。残存する者に特定するって、そういう話です。債権者側が選択権持ってて、債権者側のミスで片方をダメにした場合も同じです。一方で、はい、選択権がない人の過失だった場合、A さんが選ぼう、債権者側が選ぼうと思ってたら、債務者側のミスで片方をダメになったら、A さんはなお選択ができます。つまり、ダメになった方を選んで、もう、ダメになっちゃった方は引き渡しができません。できないから賠償しろってことを言えるっていう、そういうような対応ができます。それから、逆に債権者側が、なんかやらかした場合ですね。債務者に選択権があって、債権者側がなんかやらかした場合は、これは、債務者側はなお選択権行使して、いや、もうこれ、引き渡しはできませんって言っちゃって構いません。もちろん残り物を選んでもいいですけどね。上の場合もそうです。なんかこれ変な感じになってるけど。うん。A さんは、選択権行使して、引き渡しができる方を選んで、そっちちょうだいって言ってもいいし、ダメになった方を選んで賠償しろって言ってもいいよっていう、そういう話になりますかね。まあ、去年出てるので、まあ、そのぐらいでいいんじゃないかと思います。はい、こちらのユニットは以上ということになりますね。